はい、マジセミテラダです。今日はよろしくお願いいたします。ゼロトラストの実装パターンを解説というところで、お話をしていきたいというふうに思います。今日はですね、こんなお話をしていきます。まあ、少しだけゼロトラストとはっていうのをお話をさせていただいて、で、今日はもう少しですね、ちょっと詳しくというか、超入門を見ていただいた方は初級、中級、上級というふうに解説したんですけど、今日は上級のところを少し噛み砕いて、ただ分かりやすくですね、説明をしていきたいというふうに思います。そのためにですね、要素をちょっと分解したりだとか、実装パターンについてですね、お話をしていきます。はい、それでは早速進めていきましょう。はじめましての方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介ですけども、改めましてマジセミの寺田と申します。もともと野村総合研究所というですね、システムインテグレーターで、インフラエンジニアをやってたんですけど、まあ、後半はですね、社内ベンチャーでオープンソースのビジネスをまあ立ち上げたりしてました。で、まあ、独立をしまして、今、いくつかのビジネスをやらせていただいてるんですけども、その一つが今日も皆さんにご参加いただいてます、マジセミというですね、ウェビナーの運営や集客をご支援するサービスをやらせていただいてます。はい。今年はおかげさまで約600回ほどですね、セミナーをやらせていただいてますが、まあ、他にもいくつか役員をやったりだとか、自分でもサービス立ち上げたりもしてるんですけど、まあ、今日も関連するのはこの T スパイダーですね、ID 管理のサービスも立ち上げておりますので、まあ、今日のプレゼンの中でもちょっとだけ入れましたけども、また後でご案内させていただきます。はい、それではですね、本題のプレゼンに行きたいと思いますけども、まず最初ゼロトラストとはというところで、そのゼロトラストの、まあ、超入門のところからですね、少しお話をさせていただければと思いますが、なんで、ゼロトラストが今注目されているかっていうところですね。もう、ここはご存知の方も多いと思うんですけど、もう従来はですね、その境界防御モデルということで、まあ、社内ネットワークは安全で、インターネットは危険ですねと。で、なんでその間にファイアウォールなどを置いてですね、そこを通過する通信に対して、厳重にこうチェックをしてたというようなところですね。だったんですが、まあ、昨今のですね、いろんな環境の変化によってですね、その考え方自体が成り立たなくなってきたということですね。一つは SaaS、皆さんクラウド、要は守るべき資産というのが従来は社内システムにあったわけですけども、これがどんどんクラウドの方に出ていってるっていうのが、まあ一つ目ですね。で、テレワークがどんどん普及して、その端末、デバイスもですね、インターネットから、こう、の方に、多くあると。そこから社内にこう入ってくるみたいなところが増えたりだとか、まあ、その結果、従来 VPN でこうやったところが、負荷に耐えられなくなったりとかですね、VPN のセキュリティ的な問題っていうのも指摘されるようになってきたりだとか、そもそも標的型攻撃とかですね、社内不正とかもあるので、決してこう社内ネットワークだから安全ということでもなくなってきた。まあ、そんなような背景があって、こういった従来の考え方が成り立たなくなってきた中で、ゼロトラストモデルというところが、こういうふうに考えないといけないんじゃないかというふうにまあ言われてきているということですね。で、今日はこれを解説していくわけですけども、これも最初に簡単に言ってしまうと、そのインターネットだからどうだとか、字が間違ってますね。社内だからどうだとかっていうことではなくて、すべてのリクエスト、すべての通信をちゃんとチェックしていきましょうねというような考え方ですね。一言で言うとそんなところです。はい。まあ、当たり前といえば当たり前ということになります。で、ゼロトラストの定義っていうのも別に決まった定義があるわけではないんですね。なので、そこもですね、ちょっと、まあ、我々含めて皆さんも混乱している一つの要因だと思うんですけども、まあ、ちょっと私は NIST が、のドキュメントからですね、翻訳版もあるんですけど、それを読んで、それもちょっと結構、わかりにくいっていうか、難しいので、思い切ってちょっと3つにこう集約してみたんですけど、3点ですね。で、1点目は、まあ、先ほども言った通り、ネットワークの場所、社内か社外かとかいうところに関係なく、まあ、すべての通信を、まあ、評価、まあ、認可しましょうね、というのが1点目ですね。で、2点目は、そのアクセス可否ですね、アクセスしていいよとかダメだよというのは、まあ、ユーザーの属性、所属とかですね、権限だとか、そういったもの、これは多分皆さんやってると思うんですけど、それだけではなくて、端末の状態だとか、企業リソースの状態だとか、行動履歴だとか、まあ、その他いろんな状況によって、ダイナミック動的に判断していきましょうねっていうところですね。で、まあ、こういった判断をするためにいろんなものをモニタリングして分析をしていきましょうねといったような考え方になります。まあ、これでもですね、ちょっと、これ聞いただけだと分かりづらいと思うと思うので、今日はそこについて解説をこの後していきます。で、まずですね、まあ、今、テキストでこう、いくつかゼロトラストこうだっていうのあったんですけど、それを分解していくんですが、
まあ、最終的にこんな絵になるんですけど、これを見ただけだとちょっとわからないと思うので、まあ、この後これを一つずつ解説をしていきます。最初はですね、まあ、認証のあたりだとか、キャスビーとかですね、ゼロトラストネットワークアクセスのあたりを解説をしていきたいと思います。まあ、一個一個ですね、解説をしていきたいと思います。ではですね、ゼロトラストの定義に書いた文章の意味合いもですね、ちょっと噛み砕いて、いきたいと思いますけども、まあ、これは多分分かりやすいですよね。ネットワークの場所に関係なくというところは、まあ、従来であれば、社内のネットワークから端末も社内にあって、サーバーも社内にあったので、まあ、社内の中でこう通信してたっていうところなんですけど、これが、まあ、クラウドがあってですね、社内からクラウドにアクセスするときもあれば、今だとテレワークで自宅とかからですね、もちろんクラウドに直接アクセスするときもあれば、社内、自宅からインターネットを通って社内にアクセスするときもあるというふうに、通信のバリエーションがこう増えている中で、まあ、従来社内だけだったら、何もですね、セキュリティか、認証もしなくても使えるっていう時代もありましたけど、今はそういうの関係なく、全部、この全ての通信をチェックしていきましょうねというのが、まあ、ゼロトラスト的な考え方ということになります。まあ、これは、おそらく非常にわかりやすいのかなというふうに思います。次はですね、じゃあその評価って何なのかっていうのは次なんですけど、こちらですね。で、例えば、私がですね、自分のパソコンから、上司の部長の寺田なんだけど、システム A のデータ集を見たいというふうに、まあ、リクエスト、まあ、要は画面の操作をしたとしたときに、その、まあ、システムで実際それが、評価されるかどうかっていうところですよね。で、その評価のところでは、まず認証、この人は本当に寺田なのかっていうような認証だとか、このデバイスっていうのは、例えば会社、から支給されて、ちゃんとした正規のデバイスなのかみたいなことを、まあ、チェックしたりもしていくということですよね。で、認可は、今はですね、システム A にまずアクセスしたいよって、で、その中のデータシートを見たいよっていうふうに言ってるんだけど、この寺田がシステム A にそもそもアクセスしていいのか、ダメなのかとか、このデバイスからだったらですね、システム A にアクセスしていいのかとか、まあ、データシーにそもそも、アクセスしていいのかみたいなところを判断していくと。で、そのためのポリシーっていうのがあって、上司室の部長であれば、まあ、寺田以外ですね、上司室の部長であれば、システム A にアクセスしていいし、データ C は見ていいよと。でも更新はできないよとか、例えば、まあ、こういったポリシーがあったとして、まあ、それに則って、評価をしてですね、アクセスしていいよとかダメだよとかっていうのを判断していくということになります。はい。まあ、ここまではですね、大体皆さんやってるところも多いと思うんですよね。で、この評価、まあ、認証認可について少し掘り下げて、ここで具体的にじゃあどういったツール使うのかなっていうところも含めて、解説をしていきたいというふうに思います。ちなみに今日のプレゼンの中で、いくつかの製品ロゴはありますが、まあ、これしかできないということではないですし、選んだものに、特に、おすすめとかっていうですね、そういう、意図があるわけではないので、ご了承いただければと思います。で、まあ、従来、社内の端末からですね、社内のネットワーク上のサーバーにアクセスするときの認証はですね、シングルサインオンとかやってたと思うんですけど、私もずっと使ってました OpenAM とかですね、HP のアイスウォールとかですね、そういうのを使うことが多かったと思います。まあ、社内に認証サーバーとかシングルサインオンサーバーを立ててやっていくっていうような手段ですよね。で、ここで本人確認、ID パスワード、もしくは対応する認証で本人確認をしたり、で、そこの特にこう属性を取ってきて、もしくは権限を取ってきて、上司室の部長だっていうのが分かったりとかしますと。従来だと、大体そのシステム A にアクセスしていいよとか、ダメだよとかっていうレベルは、大体こう認可としてですね、アクセスコントロールできたと思うんですけども、まあ、この時点、段階、要は認証サーバーではですね、データまではおそらくは、チェックできなかったと思うんですよね。で、データについてアクセスしていいよとかダメだよっていうのは、大体そのシステムそのものですよね。社内の人事システムとか、情報共有ポータルとか、まあ、そういったところでアクセスコントロールしていくということになってたと思います。で、これがですね、まあ、ほぼほぼ構成とか、アーキテクチャも一緒なんですけども、システムがクラウドになって、SaaS になって、まあ、自宅だとかモバイルとか、まあ、ここは社内でもいいんですけども、で、認証はですね、IDaaS と呼ばれるクラウドサービスとしてですね、認証の仕組みを提供するものが今主流になっていると思います。まあ、Okta とかですね、Azure AD を使うケースを、まあ、もちろん他のいろんなツールありますけども、まあ、そういったものを使っていきますが、まあ、ここも大体上と一緒ですね。
まあ、本人確認をするところ、まあ、認証はします。で、認可も、まあ、同じでデータまでは多分見れないと思うんですけど、このシステムにアクセスして、例えば Salesforce にアクセスしていいよとかダメだよとかですね、ボックスはいけるとかいけないとかっていうところまでは IDAS の方でですね、チェックしたりしますよね。実際のそのデータ、このデータ見れるとか見れないとか更新できるできないみたいなところは、クラウド側、実際のアプリケーション側ですよね、ボックスだとか、Salesforce だとか、まあそういったところでまあチェックをしていくみたいなところが一般的かなというふうに思います。ここまではだいたい従来のですね、システムというか、皆さんもおそらくやっているところ範囲なのかなと思うんですけど、ここからゼロトラストっぽくなってきますが、キャスビーですよね。例えばネットスコープさんですね。で、これは例えばですけど、社内の端末からですね、クラウドにアクセスするときに、もちろん、で、大体認証は IDAS と連携することが、まあ、多いですと。Azure AD だとか、さっきの Okta とか、ワンログインとかですね、そういうところとこう連携して、まあ、認証は IDAS 側が担いますと、この人は寺田ですとかっていうところは担うんですけども、その上でのいろんなですね、チェックをキャスビーでやっていきます。で、キャスビーは結構いろんなことができて、例えばですね、その機密情報、このデータまで見るですね、通信の中をこう見て、このデータまで見ることができるので、例えば個人情報はアクセスさせないとかですね、普通の一般的な情報だったら、まあ一般的なアクセスコントロール権限に基づいてアクセスされ、できるけど、個人情報は絶対ダメとか、もしくは個人情報を登録したときは自動的に暗号化するとかですね。まあ登録させないだとか、データの中身まで見れる、見ていろいろなコントロールができるっていうのが一つ、いいところですよね。はい、で、それはまあいろんなシステムがこう、たくさんこうあったとしても、まあ、一元管理できるっていうのが、まあキャスビーのいいところっていうところになります。まあ他にもいろいろもちろん機能はありますが、そんなところですね。で、これがキャスビーで、次はゼロトラストネットワークアクセス。今度は、まあ、自宅、まあ、インターネットをですよね、自宅とかモバイルとかから社内ネットワークにアクセスするとき、まあ、従来は VPN でやってきたところをゼロトラストネットワークアクセスを使いましょうっていうのが結構今流行ってると思うんですけど、Z スケーラーさんとかですね、キーゲートウェイとか、まあ、そういった、キーゲートウェイは国産のツールですけども、まあ、そういったものを使ってですね、行くことが多いと思います。で、この時も認証、その本人確認はですね、IDAS とこう連携することがまあ多いですよね。Azure AD とかそういうやつですよね。で、その上で、例えばこの寺田だったらシステムにアクセスできるかどうかみたいなところは、このゼロトラストネットワークアクセス側で判断することができて、なので、そもそもですね、リクエストをこっちに飛ばさないとかっていうことができるっていうのが、まあいいところということになります。まあ従来だったら、認証だけでですね、最終的なチェックはこっちでやってたりもするんですけど、そうじゃなくて、通信もそもそも飛ばさないっていうところで、よりセキュアにっていうところが、ゼロトラストネットワークアクセスの一つの、まあ、特徴ということになります。はい。まあ、こんなようなところですよね。で、ここまでお話をしてきたんですけど、まあ、認証があって、キャスビーだとか、ゼロトラストネットワークアクセスと認証認可のところを実際やるところですね、について説明をしてきました。で、次ですね。ID 管理の話なんですけど、ちょうどゼロトラストの定義の2番目に立ち戻って、1番目は今やりましたね。どこでもネットワーク、社内、社外にとらわれず全部評価しましょうっていうのは今説明しましたと。で、2番目ですね。そのアクセスしていいかどうかは、まあ、いろんな要素で決めるんですけど、まずユーザーについて、属性とかですね、についてっていうところについてちょっと掘り下げていきますが、まあ、さっきの絵でも、上司の部長だったらみたいな話をしましたけど、実はその IDAS でのアクセスコントロールだとか、各システムでのアクセスコントロールは、だいたいグループとかロールで定義していることが多いですよね。このグループだったらこのデータ見れるよとか、このロールがついてたらこのデータ更新できるよみたいなところで、定義をしていくことが多いと思います。かつ、システムによってはロールって言ったりとか、グループって言ったりとか、まあ、その構造とかはですね、このシステムによって、結構バラバラでですね、これ統合管理するのは結構難しいし、まあ、そもそも所属とか役職だとか、社員区分とか、まあ、いろんな属性によってこう判断するというところ、まあ、本当はしたいんですけど、こうなかなかこうマッピングできないっていうところ、もしくは無理やりやろうとするとすごく労力がかかるっていうのが、これ認可の問題点ですね。
なので、ここで ID 管理っていうのがまあ登場してくるんですけど、まあ、ポリシーっていう、まあ、このちょっとキースパイダー、これ、私の方で作ってるやつですけども、参考に解説すると、ポリシーっていうのは定義できて、所属とか役職とか区分とか、まあ、いろんなユーザー属性によって、例えばこれだったら、まあ、部長、どこで、所属はどこでもいいけど、部長で、正社員、派遣社員とかじゃなくて、正社員だったら、システム A ではこのグループに所属しますと、システム B ではこのグループとか、IDAS だったらこれとこれの権限が付与されますみたいなことを、まあ、定義をしておきますと。で、そうすると、まあ、寺田が入社しましたとか、上司室に配属しましたとか、部長に昇格しましたみたいなイベントを拾って、このキースパイダーが、ID 管理のシステムがですね、このポリシーに従って、寺田の権限とかグループ、どこのグループに所属しているのかっていうのを管理して、適切にいろんなシステムにその情報を渡してくれるということですね。システム A だったら、まあ、そもそもシステム A に、まあ、最初、認証するにも、システム使うにもユーザーを登録しないといけないので、まずユーザーを作りに行くっていうところから始まって、このグループに配属するっていうことを、まあ、自動的に行うということですね。まあ、これで認可の情報を適切にいろんなシステムに一元的にですね、管理しながら同期をさせていくっていうことが、できるようになるということになります。はい。これが ID 管理の役割ということですね。まあ、ゼロトラストに最小権限の原則っていうのがあって、社員だったら全部これ使えるみたいなことは良くなくて、細かくですね、権限、必要最小限の権限だけ与えるということをやるんですけど、一人一人やるのはさすがに大変なので、こういったポリシーの考え方によってコントロールしていくということになります。で、ID 管理についてお話をしましたので、最後この4つについて説明をしていきます。で、次、端末ですね。端末がやっぱり非常に重要で、やっぱりその認証認可するときには、ユーザーが、ね、まあもちろん重要なんですけど、端末も同じぐらい重要です。で、まあ例えばどんなことをやりたいのかっていうと、もちろんユーザーはまあ正規の寺田だとしても、社内のパソコンで最新パッチがちゃんと当たっているパソコンからだったらアクセスできるけど、家のパソコンでもしくはプライベートのパソコンで全然パッチが当たってないとか OS が古いとかいうものだったらアクセスを禁止したいじゃないですか。そういうコントロールするのがここに書いてあることですね。で、まずは MDM っていう端末の管理、例としてはマイクロソフトインチューンとかで管理をする中で、この端末にはどういう OS なんだとか、どれぐらいパッチが当たってるかとか、ハードウェア、ディスク暗号化されてるかとか、ウイルス対策されてるかみたいなことを全部管理をしていくんですけど、で、ポリシーがあってですね、このスコアが低いと、そもそもシステムにたどり着けないです。まあ、ここで判断するのが Azure AD をやるんですけど、ここを連携して、Azure AD が MSA、MDM のスコアを判断して、このシステムに通す、通さないみたいなのを判断したりっていうことが今できるようになってますと。これがですね、ゼロトラストでいうと、この部分ですよね。端末の状態で判断するっていうことになります。で、次ですね、これも端末なんですけど、今度はウイルスの話です。これも同じ寺田なんですけど、まあ普通に使ってたら使えるんですけど、これも例えば家のパソコンで変なメールをもらって開けちゃいましたと。で、知らないうちにウイルスが感染して、こういろんなこう攻撃というかですね、特権のリクエストみたいなことを少し始めたと。いう状態だったら、もちろんこれは切り離したいじゃないですか、システムから。で、これも、まあ、例えばですけど、マイクロソフトさんだったら、インチューンとディフェンダー4エンドポイントがあるみたいなんですけども、まあ、それが端末の状態っていうのをモニタリングしてて、まあ、これはなんか怪しいなと、ウイルスに感染してる可能性があるなっていうところで、スコアリングして、やっぱりインチューンを経由して、Azure AD にこう、情報を渡すことが、まあ、できますと。そうすると Azure AD が判断してですね、この端末はもう危ないから、もうシステムにアクセスさせないようにしよう。例えばセールソース触らせないようにしようみたいなことが、できるということですね。これが、EDR との、まあ、連携ということになります。まあ、非常にシンプルに言ってますし、繰り返しですけど、別に Azure AD とか Microsoft さんだけができるわけじゃなくて、他のツールでも、同様のことはできると思いますので、まあ、たまたまとサンプルとして今日はご説明をさせていただいてます。そうですね。例えばですけど、ネットスコープとクラウドストライクとかですね、と連携したりとか、要は、ここは今 IDAS でチェック、評価をするっていうことを説明しましたけど、まあ、キャスビーのところで同じような評価をして、EDR でですね、これ、ウイルス感染している可能性がありそうなやつは、クラウドにアクセスさせないとか、ゼロトラストネットワークアクセスのところで Z スケーラーでアクセスして、危ないやつは社内ネットワークへのアクセスを禁止するとか、
まあ、そういうこともできるようになっています。で次はですね、シームですね。これはもっと高度な話で、システムの中でのいろんなログとかですね、イベントを収集して、まあ、一般的には AI を使ってこう分析をしていくということになります。まあ、要は、こう、不正アクセスの人が私にこう、乗っ取ってですね、いろんなことをやっていく中で、いつもと違うデバイスからアクセスしてるとか、いつもと違う IP アドレスからとかですね、いつもと違う時間、まあ夜中にとか、普段あまりしないような行動をとってるみたいなことを分析して、この寺田っていう ID が怪しいんじゃないかと、乗っ取られてる可能性があるんじゃないかみたいなことを計算して、やっぱりAzure AD にこう連携をすると。で、Azure AD がこのユーザーは危ないから、ちょっと一旦ログインを禁止させよう、システム使うのを禁止させようみたいなことをやっていくってことですね。で、これはごめんなさい。ちょっとセンティネルとAzure AD の連携は、ちょっと文献がウェブではちょっと探せなかったので、今、現時点でこう連携ができないかもしれないんですけど、まあもちろんマイクロソフトさんの中なんで近い将来こういうことができるだろうとは思ってます。はい。これがですね、まあ、CM のところですね。企業のリソースだとか、そのコード履歴みたいなところを、判断していくっていうことになります。で、最後は脅威インテリジェンスってことで、これはまあいろんな世の中のですね、まあ脅威情報があるんですけども、わかりやすい例で言うと、過去、これもグローバルの中で不正アクセスに使用された IP アドレスのデータベースがあって、同じものが使われてたら、それは、弾くだとか、過去漏洩したパスワードのデータベースってもやっぱあるんですけど、それが使われていたら、アクセス、弾くだとか、逆に危険なウェブサイトとか、危険な SaaS みたいなのがこう、やっぱりあって、まあ、そこにアクセスしようとしたら、弾くだとか、まあそういったことをですね、まあできるようにするっていうことですね。まあちょっとアイダースって書いてますが、そうですね、ネットスコープだったりだとか、ワンログインだとか、まあキャスビーとかでもですね、こうやっていくっていうことになります。ということで、駆け足でですね、説明をしてきましたが、ゼロトラストを始め方っていうのはやっぱ認証と ID 管理からやりましょうっていうのが、まあ、おおむね、言われていることなんですけど、まあ、その後は大体そのキャスピーだとかですね、ゼロトラストのネットワークアクセスのところをまあやっていくことになると思います。次はですね。その後にこの下の方ですね、まあ、特に端末の方はやっぱり重要かなと思うんで、これは次は MDM かなと思うんですけども、こんな感じになります。まあ、なんで上の方で評価して、その評価のための情報ですね、下の方の要素、機能がですね、収集して、こう、エスカレーションしていくっていうようなところになるんですが、こういったところについてですね、今日はざっくり説明をしてきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとですね、質疑応答の時間にするので、もうすでにいくつかいただいているので、ちょっと読み上げていきたいと思います。ゼロトラストの考え方を適用すると、通信の認証認可の対象が膨大な数になると思います。ネットワークの性能に影響はありませんかというご質問いただきました。ありがとうございます。ですね、まず通信、認証認可にかかる通信の量は多くなるとは思います。で、それが性能に影響あるかどうかですけど、これはごめんなさい、私もちょっともうあまり専門家ではないし、現場から少し離れているところもありますけど、一般的にアプリケーションの通信と比べて、認証認可の通信って前からすごく少なくて、ほとんど無視できるぐらいだったので、おそらくゼロトラストになってもそこは大丈夫なのかなとは思ってます。はい、ありがとうございます。で次ですね。端末がユーザーごとではなく、共用端末を使っている場合や、私物デバイスを使っている場合の管理はどのようになるんでしょうか。ありがとうございます。共用端末を使っていても、さっきのですね、まあ、ユーザーは、今、共用は、まあ、やめた方がいいと思うんですけども、そこで本人確認しながら、まあ、共用端末は MDM で一応管理しとけば、まあ、それはそれで、一つありなんじゃないかな。まあ、普通に MDM で管理すればいいと思います。で私物デバイスですが、これは会社のポリシー次第ですけども、例えば先ほど MDM でですね、私物はいいですよ。でも、ちゃんとパッチは最新にしといてくださいねとか、ハードディスクは暗号化しといてくださいねとか、ウイルスチェックはちゃんとしといてくださいねっていうのを決めて、で、それを守ってないと、社内もそうですし、要はシステムにアクセスできませんよ。そういう制御をしてますよっていうようにすれば、逆に、私物のデバイスでも一定のセキュリティレベルが担保できるので、まあそういうふうに MDM をやっぱり使って管理していくんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今日、まあゼロトラストというですね、テーマでやりましたが、
やっぱり今の時代、セキュリティはですね、どんどん重要になってきますので、ゼロトラストを含めてですね、来年のマジテックでもですね、セキュリティのテーマ、取り上げていきたいと思います。あと、通常のですね、マジテミでも毎日、ウェビナーやってますので、まあ、そちらもですね、ぜひ、ご参加をいただければというふうに思います。それでは今日はこちらで以上になります。どうもありがとうございました。引き続きマジテミよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。